こんにちは。ケイスタンダードスタイルのケイです。今日は、2度目になりますけども、大橋さん、バート・ペック・テイラーさんにお邪魔させていただきました。ちょっと秋冬物といいますか、もう秋も終わりになると思うんで、冬物についての、ちょっと情報をいただければというふうに思います。まあ、その前に簡単に大橋さんのプロフィールを、ご紹介しますと、まあ、もう僕とは50年来のお付き合いで、長いですよね。もう当時はリングジャケットに、売り場と生産の方で、やってらっしゃいまして、その後、友人と会社を立ち上げられて協力して、その後自分で独立されたということです。大橋さん、ところで、はい、独立した時の苦労話とか何かありますか？面白かった話とかいきなり振っちゃってどうでしょうね。意外とこう自分の中でこうがむしゃらになってたんですけど、なんか結果的にはすんなりいったような気がします。うんうんうん、まあやるしかないっていう正解ですね。そうですね、はい、ちょっと大橋さんの今日の服装をちらっと映します。素材は、ハリスツイードを選びました。まあ、地味にちょっとクレイジーにしておりまして、身ごろが、ヘリンボーン、袖は、無地を使っております。で、中のベストも袖と同じ無地で、なるほど、はい、いいですね、はい、なるほど。ベステッドジャケット、はい、ありがとうございます、はい。ジャケットの傾向は、まあここ数年に引き続きやっぱツイーディーな感じのものが、まあ、ハリスツイードと筆頭に、まあ、ここにはちょっとないんですけど、英国のムーンであるとか、あとマーリング・エヴァンスであるとか、そういうものの、素材が、まあ、傾向とにあのジャケットとしての傾向としては多いですね。僕が一番気になってるのはね、あのガンクラブとかグレンチェックとかのような今メジャーなチェックラインじゃなくて、はいはいはい、あのストライブだね、ピンストライブ、ペンシルストライブ、はい、それからバンカーストライブとか、はい、そういうストライブをちょっとご説明できますか？はいはい、まあ、スーツの方でいきますと、まあ、バンカーストライブ、まあ、あの銀行マンのストライブと言われる、まあ、大体こういうイメージですね。で、まあ、この線のストライプのあれからいきますと、こういうチョークで描いたようなチョークストライプ、それから、鉛筆で描いたような、ペンシルストライプっていうのが、まあ、これも長年の主流ですね。あとは、まあ、傾向によってはこうオルタネートっていって、こう色がこう交互に来たようなやつだとか、あとぐーっとあの、ペンシルが細く集まって、ピンストライプになるとか、はい、っていうような感じですね。これは今ね、昔のスーツのね、はい、あのいわゆるこういうバンカーとかのこういう古いスーツの古いこういう古い生地あるでしょ、はい、こういうののパンツだけをねツイードの下に履いてるの。あ、はいはいはい、だからちょっとミスマッチな感じにして、はいはいはい、それが楽しいかなと思って、はいはい、ここにね、まあ、パンツをこういう感じにして、はいはい、ちょっと外しで、それともったいないからあの着なくなったスーツがね、はい、色柄の傾向としては、まあ、ヘリンボーン、まあ、これ引き続きもうずっと、永遠の人気柄ですけど、まあ、色目がこういうややブラウン系のものですとか、それからあとは、ネイビー系、ネイビー、はい、の、ものとかが、まあ、ここ最近は多いですね。うんうんうん、それから、まあ、ここ2年ぐらい、まあ、ちょっとトレンドになってますガンクラブチェック、うん、この辺は、まあ、ジャケット、あとそれから、肉は違いますけどコートだとかも結構多いですね。よく見るね、はいはい、うんうん。であと作りとしてはもう、うん、カチッとした作りはもうあまり受け入れられなくて、うんうん、どちらかというと、まあ、俗に言う、まあ、アンコンですよね、うんうん、で、まあ、極端に言うともう布を
組み立てるだけみたいな。いわゆる肩パッドなし。もうもちろん、パッドも裏地は、まあ、裏地も、一応つけるものつけないものとありますけど、もうほんと布だけ組み合わせるみたいなものの、やっぱりニーズがやっぱ強いですね。まあ、イコールやっぱり軽いというのが、まあここのところのやっぱトレンドになりますからね。はい、背抜きだよね、当然ね。それなんかね、そうです ね、はい、背抜きもしくはもう、あ、背もなしみたいな、はい。アンコンって、ま、昔流行ったのにいつ頃だっけ、あれ80年代90年代？80年代ぐらいですね。80年代、はい、まあ、ね、何度かこう来てますけど、ね、はい、DC ブランドの後あたりに、ね、あったよね、はいはい、うん、まあ、あんな感じかな、はい、うん、まあ、さらにあの進んでますね、今の方は。ああ、そう、はい、うん、やっぱりあれだね、きちっとしたスーツ着なくなったからかね。そうですね、うん、まあ、でこのコロナ禍の影響でやはりあの、まあ、あの会社に行かないということなんかも含めて、やっぱちょっとスーツの需要がやや、うん、あの鈍いですね、うん、はい、僕もほら大橋さんのところでドライビングジャケットを作ってもらったけどね、はい、そういう気分だよね、うん、そうですね、うん、多いのが、太さでいくとこれぐらいの、まあ、中コールというかぐらいで、まあ、この辺がまあ中コールの中でもちょっと細いぐらいですね、うんうんうん、はい、はい、でこの辺りがまあ一番、多いです、要望は、はい、で逆にあのこういうちょっとやや癖は出てきますけど、ワイドパンツ用ですね、はい、太い太コール極太、まあ、もっと太いのもありますけど、うん、まあ、色のおすすめはどうですかね。色のおすすめ、色はやっぱりね、ベージュ系からブラウン、グリーン系、うん、ってことはこのあたりですかね。そうですね、押してもらいます、はい、もう一度、顔はアップはしませんあの白い T シャツが覗くところがね、僕の好みですね、スチーブマックインって感じで先ほど説明されたように、ヘリンボーンにこのグレーの、これ生地なんですかね。ハリスツイードです。ハリスツイード、はい、はい、ちょっと裏 見せてもらいますか。裏、あ、裏、ね、ハリスツイードという裏をね、はい、はいはいはい、ありがとうございます、はい、でベストとベストと袖が同じ生地 で、ええ、このジャケットの身頃が、はい、ヘリンボーンを使います、はいはい、ちょっとじゃあ後ろ姿をお願いします、はい、センターフックベンツです。センターベントですね、はい、センターベントですけど、ちゃんとあれが入ってますね、あのステッチがね、はい、ここにね、きれいにね、はい、IB 仕様ということで、はい、はい、三つボタン段階入り、はい、三つボタン段階入り、パッチ&フラップ、はい、ではパンツの説明お願いします、はい、パンツはですね、生地は、イタリアのソンドリオという素材を使いまして、ピーチスキンの加工をしております。で、シルエットは、ツータックで、まあ、蛍光の渡りがやや太く、それから裾幅を狭くしてちょっとテーパードを強くしてます。まああれだね、大橋さんの言っちゃしてです、大橋さんのようなちょっと中年体型の人にこのシルエットはバッチリだと。素敵ですよね、はい、はい、ありがとうございます褒めたわけじゃなくてちょっと後ろ姿をね、はい、はい、あ、いいですね、いい感じですね。ということで今日は、バートペックテイラーの大橋さんのところにお邪魔しました。大橋さんの今日のハリスツイードの素敵なジャケットを見れただけでも今日の収穫かなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。